ほら東出さん、いい太陽ですよ。言われなくても分かってるよ。東出さん、もっと語ってくださいか、もっとご自身のことを。すげえ振りだな。知りたいことがあるので質問すればいいのに。確かに面白い話してみたいのに。質問したいことはテレビで言えないことですから、みんな思ってることと一緒ですよ。みんな思ってることなんてある？逆に。いや、それをだから知りたい。いやいやいや、僕大体聞いても、知りたいことないでしょ、みんな思ってることなんて。自粛に至る、うん、あの辺りの話やめても聞けないじゃないですか、そんな。そこはなんかもう、例えば、いいよ。僕が東出さんとこの後ギクシャクしても絶対フォローしてください。いいよ。どうしてあんなされたんですか？下水だ。下水だ。他にご経験人数は何人ですか？答えないけどね。AV のインタビューかよ。まあ、じゃあ、今回、うん、初体験は何歳ですか？全部 AV のインタビュー。AV の最初のインタビューカットのところを。あれが豊川さんのみんなが知りたいはずだ。チェンマイバザーエントランス。見てみます？ちょっと見てみますか。なんかスパイスの匂いが。すごいスパイスの匂い。はい、夕飯これ買います？確かに。キッチンついてたんで、調理はできますよ。マトンマサラ、ガランマサラみたいなことなのかな。野菜カレーにしますか、夕飯。なるほど。一人で作ったの多いです。うん、朝昼晩一人で。まあ、ほとんど自炊なので、作るときはほとんど作るんですけど、玉ねぎと何オイルなんだろうこれ、ようわからんオイル。違うぞ、こうやって使うんだ。ひろゆきさん、10辛まであるとして何辛がお好みですか？じゃあ、9で。9。僕は辛いの好きなんです。僕も辛いの好きです。おーし、入れてみましょう。はい。なんだろう、東出さんの辛いの好きがどれぐらいなのかな。この葉っぱなんですか、これは。これカレーリーフっていう、あんまり入れる人いないんだけど、これ入れるとすごいカレーがうまくなるんですよ。海外で結構料理作るんですね、じゃあ。いや、これ新大久保で売ってるんです。じゃあ結構カレーにはこだわりのある人ですね。ないんです。そこまで言っておきながら。35歳、バツイチ子持ち、スパイスカレーに凝る男はダメ。正しい。正しい。確かに、スパイスカレーに凝り出した男は大抵ろくなやつじゃない。うん。自分からスパイスの調合とかし始め。はい、なんかラーメンのちょっとお湯を作ってみようかなと。 ありがとうございます。誰かが使ってるやつ。何を作ってるんですかね。よくわかんないですよ。わかんない、匂い嗅いでもわかんない。でもなんか、え、ゴミなの？ なんだろう、匂いを嗅いだのを味見をして食べた後、お買いをしたのではないかと僕は。ああ。